小林凛です。こんばんは、凛です。さあ、今回はね、私たちと一緒に司会を務めてくださるのは、なんとこの方たち。どうぞ、please come in。ハロー。ハロー。すごいですね。なんかトゥナイトみたいになってしまいましたけれども、こちらはね、トゥナイトなんかには負けていません。はい。しなやかな髪、澄んだ瞳、長い足。もう全然違う。まずもう語学力が違いますよね。もう英語は本場ものですからね。はい。はい、それではね、今夜はクイーンと共にお送りします。TOKYO ROCK TV。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。それではね、早速2人に、ね、自己紹介をまずしていただきたいと思うんですが、Can you introduce yourself? Yes,、hello, I'm John Deacon, bassist from Queen, and it's a pleasure to be on Music Rock, sorry. Rock TV. Tokyo Rock TV, sorry. And you? I'm Roger Taylor from Queen, very nice to be here on Music Rock TV. はい、ということでね、2人ともね、素敵なね、クイーンの2人がね、今日はここに一緒にね、司会者としてそうなんですよね。経験あるのかどうかちょっと。そうですね。Have you ever experienced being host for a program?I think this is the first time. 初めてですって。なるほどね。今回のあの、来日目的なんかもね、聞いてみたいですね。こっちもインタビューで。Part holiday and part work. 半分仕事で半分お休みっていうのね。プロモーションのためには。何回目ぐらいなんですか？Five times. We've done five concert tours in Germany. 5回、日本でコンサートツアーやってね。だから5回目。どのくらい日本にいるんですかね。How long are you going to be here this time? About four days. About five more days, I think. Something like that. あと3日しか。ね、忙しいですね。他のメンバーの人たちはどうしてるんですかね。Freddie is in London at the moment. He's finishing a video for the next single. もう一人のメンバーはね、今ね、ロンドンの方でね、新しいシングルのビデオを作ってるんです。じゃあなんか。You finished first and you just saw on holiday so the other Yes, but we did our bit. We dressed up as women for our bit. なんかね、女装したんですって。だから、なんかね、今度のビデオで2人は女装してね、なんか出てきて。もう彼たちのパート終わっちゃったから、もう先にね。じゃあ、メイクアップとかしたのかしらね。Yes, John was a granny. おばあちゃんで、ジョンがおばあちゃんで。I was a school girl. 女学生です。なんかセーラー服とかね、気づいたい気持ちますけどね。はい。あ、そうですか。ビデオといえばね、レイディオガガのビデオ、古いドイツの映画が使われているそうなんですけども、そこら辺をちょっと聞いて。レイディオガガ。Yes, yes. Famous old German science fiction movie by Fritz Lang. Very old, 1926. It's a Fritz Lang movie.It fitted the song really, the atmosphere was right, and we always liked the movie. すごくね、昔からその映画が好きでね、で、なんかこう、音楽の雰囲気がすごくこう、マッチしているような気がしたからね。What does Gaga mean? Gaga means sort of a little crazy, in a childlike way. なんかこう、わーみたいなね。直接的な意味は別にないみたいなね。そう、baby talk. 擬音みたいな感じですね。そう、なんか赤ちゃん言葉みたいな。ガガー。なるほどね。さあ、それではね、早速その、ロジャーに曲紹介をお願いしてみたいと思います。はい。Can you introduce the song? This is our new single. I hope you enjoy it. It's from Queen. It's called Radio Gaga.
ターフリートって、ね、結構かっこよかった、なんかあれ日本の漫画なんですってね。らしいです ね2年ぐらい前に日本で放送、タイトルがちょっとね、みんなスタッフがおじさんおばさんでね、見てなくて分かんない話だったんです。That is the Starfleet. That was a Japanese cartoon. It was shown in English TV, and the children over there liked it very much. I think Brian made it because his little boy liked it so much. ああ、なんかね、イギリスでもね、こうテレビでやっててね、すごいブライアンさんのあのビデオ作った人の息子さんがすごい気に入ってたんで、あれを使ったんですよ。You used to watch it too? I never saw it. No. Oh, really? No, I didn't watch it. 二人ともはね、I'm 12. あ、やっぱり大人すぎてああいうのは見なかったとか言ってますけど、ね、私たちも言ってたんですよ ね世代の交代です。そうですね。さあ、今日の東京ロック TV、なんとクイーンのね、皆さんと司会を一緒にしてるんですけども、はい、クイーンのファンが一番気になっていること、それはね、あの解散説の噂がね流れてるんですよ。No. なんかね、そういう話がね、こうあったんですよね。なんかでもそれは違います。そうですね。あの大きいグループってそういうのがつきものですよね。なんかロッキンオンという有名な音楽雑誌の中でね、ブライアン・メイさんのインタビューの中でなんかそういう話があったっていうね。We have to do some concerts in Japan in October, I hope. なんか10月ぐらいの日本でね、こうコンサートをやる予定があるのに解散なんてとんでもない話だって言ってますけどね。なるほどね。あのロジャーに質問なんですけど、はい、ソロアルバムなんかが、ペルさんのバーフィー、ステップソロアルバム。Yes, it's coming out in May, I think, at the end of May or June, and I think it's a lot better than the first one. 5月か6月ぐらいにね、ソロアルバムが、自分では1枚目よりか全然いいんじゃないかみたいな話をしてるんですけどね。なるほどね。さて、今度はね、ちょっと音楽的な質問をしてみたいと思うんですけれども、はい、割とね、あの次の見る Another One Bites the Dust っていう曲ね、私はこの曲の、そのヘッドホンなんかで聞くと、ものすごいステレオ感なんですよ。だからシンセサイザーとかが、例えばライブなんかでやるとき、そこら辺のレコードとそのライブのフォローみたいな部分はどういうところでやってるんですか？テープ使うとか、そういうのを。Yes, but when you're playing live, you have a whole different atmosphere of the live concert. And it's also very difficult to do a lot of stereo effects live, isn't it? なんかね、やっぱりね、コンサートだともう雰囲気が全然違うでしょ。だからもうその辺でね、もうステレオ感とか出すのも難しいけどね、でもやっぱそれは雰囲気に合ったようなやり方をしている。なんかね、次のビデオもなんかライブっぽいらしいってね、そっちの方をね、早速見てみたいと思うんですが、それではね、今度はね、ジョンに曲の紹介をしていただきましょう。はい、ジョン、can you introduce yourself? Okay, this next video you're going to see is from our album The Game, and it's called Another One Bites the Dust.Right, hi, I'm Billy Idol. This is Steve Stevens. Yeah, we're here for rock and roll. That's why you're watching this program, right? For rock and roll. Today, not tomorrow, today, right? So come on, this is Tokyo Rock TV. Watch it.What is your impression of like Limahl, Kajagoogoo, Culture Club? Limahl, well, we flew over on the plane with Limahl, and my impression is he's very short. Limahl とはね、飛行機の中で一緒でね、僕の印象はとても小さかったっていうね、その一言がありましたけどね。じゃあ、他の質問してみましょうか。クイーンの皆さんはね、ビートルズの大ファンだということなんですけども、ポールとかリンゴとか、ジョージとの接触なんかは。ジョン・レノン particularly. I only met two of them, I think.George Harrison, yeah, but we all grew up on the Beatles, you know, when we were young, listening to them on the radio. やっぱりね、ほら自分たちが育ったらね、ビートルズでも育ってるからね。そうですね、ジョン・レノンはやっぱり一番。なるほどね。じゃあアメリカのね、ミュージ
ックシーンね、例えばマイケル・ジャクソンとか、そこら辺のアメリカ人は、Michael Jackson actually was the guy that first suggested that we release Another One Bites the Dust as a single because he liked it so much. Michael Jackson が Another One Bites the Dust をね次のシングルにした方がいいんじゃないかっていうね、アルバイトすごい好きだったらしい。なるほどね。わかりますね。ね、それはね。Freddie has been doing some work with Michael Jackson. Freddie は一緒にねこう仕事をしたことあるですね、マイケルとね。はい。なかなか。うん。そうですね、じゃあここでねぼちぼちね、はい、昔やっていましたそっくりグランプリをね、はい、これちょっと一回やってみたいと思うんですけど、はい、We'll play one of the Japanese songs and we'd like you to guess what song it sounds like、yeah. それではまず日本語のこの曲からです。完全に分かってるんですけど、今の田原俊之君のね、シャワーな気分だったんですけど、I know what it is. Who wrote it? ね、彼が書いたか。ジャック。昔もよくやってね。それではね、続けてクイーンの方のオリジナルのバックチャット聞いてみたいと思います。はい、ということで私もこれをね、そっくりグランプリで前やった時よく覚えてるんですよね、アキラさんね。日本のがね、テンポがあってね、やっぱり進んでるねなんて言ったのをね、よく覚えてるんですけどね。やっぱりね、分かっちゃうもんですね。そうですね、作った方にはやっぱりね、What do you think? It's very close. Japanese version. Very close. I think ours is better. とても近いねっていうね。No. でもね、やっぱり話はいい話をしてるんですよね。頑張らなくちゃいけません。そうですね。はい、それではね、もしもしね、プレゼント、はい、コーナーに行ってみたいと思うんですけど、今日はね、クイーンの皆さんに T シャツとかビデオにね、サインをしてもらってね。これね。はい。まず、はい。Can you like take signatures? Of course, pleasure. 今 6TV のね T シャツにこう二人で、and then それからこちらのビデオ VHS とデータね、今年は EMI ですけど、このビデオにもねサインしてもらって、Maybe when if you can sign the T-shirts, while the other one signs it. それからあのビデオと T シャツ当たらなかった方のね、中からまた抽選で15名の方にこのねバッジをプレゼントしますね。後で揃ってもらいたいと思います。そう、イニシャルかなんかを入れてもらってね、このクイーンって書いてあるバッジなんですけど、見えますか？これです。あ、こうかな。それにね、後で2人にこう触ってもらってね2人が触ったんだよみたいな手のぬくもりをそのままお届けしたいと思うんですけどね。今ね、まずジョンさんが T シャツの方にサインをしてくれてね、でこちらのプレゼントの宛先は今ここに出てるのかな、ここまでね、はい、今ジョンのね、ここに立てかけてある、見えるかな、サインした、ビデオの方、それから今、T シャツにもサインしてるんですよね、はい、この間にまずね、ジョンに紹介をしてもらいたいと思います。次2曲続けてね聴いていただくことになるんですけれども、はい、If you're ready, can you introduce your songs, John?Was it body language next one? Okay, the next video you're going to see is from our album Hot Space and it's called Body Language. はい、ドミーハーのあなたのために送るミミとユカのファンレターコーナーですね、ファンレター講座、あのこのコーナーはね、ドミーハーのあなたのために、憧れのミュージシャンになんとか自分の思いを伝えたい、そのためにどういうふうにファンレターを書いたらいいかというためにね、画期的
なコーナーですから、楽しみに見てください。それではね、今日はクイーンの皆さんにおいでいただいているので、いろいろと質問をしてみたいと思います。ゆかちゃんの方からね、いろいろ質問してください、はい、それでは、今まで、印象に残る、ね、ファンレターみたいなのどんなのありましたか？Well, I like letters that talk about music and what people see in the music, because then you understand then what, why people like the music. 音楽について書いてあることはね、とっても印象に残る。で、なぜその音楽が好きかとか書いてあると、その参考になっていいそうです。だいたいどれくらい一日に3分の3割してるんですか？It varies. I think it depends whether you've got a hit record at the time. ヒットがある時とない時とちょっと差があるとね。いろんなもう世界中各国から来るんですよね。You receive letters from all over the world. All over the world. 世界からやっぱり。日本からのファンレターなんか。How about letters from Japan? Oh yes. Yes, many, many from Japan. もちろんたくさんいっぱい来てるそう。返事なんか。Do you answer all the letters?Well, yes, it's difficult for us to answer this, but our fan club people, that we have from three people, two people working there who answers many letters to him. 彼自身たちはもうとっても忙しいので、なるべく書くようにしてるんですけれども、事務所の人たちに少し手伝ってもらってるっていう。事務所の人たちが2、3人いる。返事を少しね。いいですかね。そんなことちょっとそういうことを手伝っていいんでしょうかということもありますけれども。例えばね、プレゼントなんかもね、たくさんあると思うんですけど、どういう変わったプレゼントとか、Do you receive any unusual gift? It sort of depends really. It depends on the country, doesn't it? Yeah. Yeah. No, we used to get a lot from Japan. It's one of our sort of strong memories of when the first time we came here. And they used to throw them onto stage, you know. Yeah, the little cranes. あの国によってまた違うんですけど、日本からはね、鶴とかおこととか送ったっていうのがあるのかね。やっぱそういうのって印象に残るもんね。やっぱりその国のね、そういうものは。さあ、こういうファンレターの書き方ね、参考になるとよかったと思うんですけれども、クイーンのね人たちにファンレターを出したい方はこの住所に書いてください。でさっきね、書いてジョンが自ら書いてる。Complete with mistake. これは、46 Penbridge Road, London, W113HN, England までです。ここにね、ファンクラブと事務所とレコード会社もね。そう、事務所は一体かなんかで、クイーンの事務所とファンクラブは地下にある。なるほどね。で、写してください、急いでね。それでもしね、映さなかった場合はこのアルバムのね、この中ジャケットのここのところにも住所が書いてありますので、見逃した方はもう一回このアルバムで見えますか、このアルバムで映してください。はい、はい、それではね、もう本当に最後の曲になってしまったんですけども、最後の曲紹介をゆかちゃんの方から紹介してもらいます。はい、それでは最後の曲、クイーンの「バイスクルレース」。Bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bike. Love you so. はい、なんかいきなりね、こう全員でどっともう目の前に立ってるんですかね。これから、お二人にね、この今度かね、落書きボードにこういろいろ書いてもらおう。Can you? Yes. 二人にね、書いてますね。なんか書きねみみたいに、ね。そうなんです。ちょっとね、忘れちゃったんですけどね、このね、住所、ファンレターの宛先のこの住所のこの紙をまたプレゼントしちゃう。すごい。じゃあそれにも最後ですね、ここら辺にね、サインをしてもらって、はい、これもプレゼントできますので、どうぞお楽しみに。はい、なんか今一生懸命すごい字が大きい字で書いてますね。なんかもうこれからどんどんゲストが入っちゃうと、もうこのボードは1枚で足りなくなっちゃうね、絶対ね。いろんな人がこのボードに書いてそう。はい、ここにもね、ちょっと書いてもらいます。はい、今ね、こちらにね、サインしてもらったの。陰で見えないかもしれないです。